初めての脱毛はフレイヤクリニック。皆さんこんにちは、フレイヤクリニック受付カウンセラーの原田です。こんにちは、フレイヤクリニック看護師の藤井です。今回の動画は最強電気シェーバーを部位ごとにご紹介します。今回は VIO、顔、体の3つの部位ごとにそれぞれに適切なシェーバーを厳選しました。実際にフレイヤクリニックで使用しているシェーバーもご紹介いたします。お手入れ方法も一緒にお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。この時点でこの企画がいいなと思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。まずは VIO を提毛するときに使うシェーバーをご紹介していきます。デリケートな部分だからこそ慎重に選びたいですよね。特に VIO は肌が敏感なので、低刺激で肌に優しいものがいいです。今回おすすめするのはパナソニック VIO 専用シェーバー VIO フェリエです。一番のポイントはデリケートゾーン専用の設計になっているところです。歯が直接肌に触れにくいため、お肌への負担が少なく安全に使えます。それは安心ですね。他に特徴はありますか？スリムで軽いから細かい部分もケアしやすいんです。さらに水洗い可能で、お手入れも簡単なところもポイントです。なるほど、使いやすくてお手入れも簡単なんですね。静かに使える点も魅力的ですね。はい、動作音が静かなので周りを気にせずリラックスしてケアができます。実際に使ってみても滑らかに剃れて痛みがほとんどないので安心です。次はお顔におすすめのシェーバーですね。お顔は特に気を使うところなので、どんなものがいいんでしょうか？お顔のお肌は薄くてデリケートなので、優しいシェーバーが必要です。おすすめはフェリエフェイス用です。このシェーバーのおすすめポイントって何ですか？まず肌に優しい設計になっているところですね。フェリエは歯が丸くなっていて、直接肌に触れにくいため、デリケートなお肌でも安心して使えるんです。しかも、お肌の凹凸に合わせて動く密着スイングヘッドで、お肌に優しくシェービングができます。お顔のシェーバーだとやっぱり肌への負担が気になるから、それは嬉しいですね。他に何か特徴はありますか？あと、細かい部分をしっかりケアできるのもいいところです。眉カバーがついているので、眉の形作りをするときに眉毛が保護され、安全に提毛することができます。それと眉の高さを整えられる眉コームもついているので、簡単に眉の高さを整えることができるのもポイントです。眉毛も産毛もこの1本で整えられるってことですか？他に使いやすい点はありますか？コンパクトで軽いからポーチに入れて持ち運びもできて便利です。それに乾電池式なので、充電を気にしなくてもすぐに使えるんです。それはすごく助かりますね。簡単に使えて、しかもどこでも持ち運べるのは大事です。お顔のケアに迷ったらフェリエのフェイスシェーバーがおすすめです。続いて体全体に使えるシェーバーをご紹介します。体は広い範囲を一気に処理したいですよね。そうですね、体には大きめのヘッドで広範囲を効率よく剃れるシェーバーが理想的です。体の提毛にはパナソニックボディフェリエがおすすめです。どういったところがおすすめなんですか？まず全身に使えるっていうところがポイントです。腕や足はもちろん、脇や背中などどの部位でもしっかりケアできるから、1台で全身のムダ毛ケアが完結します。便利ですね。1台で全身ケアできると時短にもなりますよね。肌に優しいとか、そういった点はどうでしょうか？フェリエシリーズの特徴でもあるんですが、肌に優しい設計なんです。歯が直接肌に当たりにくく、カミソリ負けの心配もないですし、デリケートなお肌でも安心して使えます。安心して使用できますね。使いやすさの面ではどうですか？見た目も可愛いし、コンパクトで軽いからポーチに入れて持ち運びもできて便利です。それに乾電池式だから充電を気にせずどこでも使えるのがいいですね。持ち運びやすくて外出先でもケアできるのは嬉しいですね。静かに使えるのもいいですし、音も静かなのでいつでもリラックスして使えます。実際フレイヤクリニックの看護師もこのシェーバーを使用しています。脱毛のプロも使用している電気シェーバーは市販されているものですので、気になった方はぜひ購入してみてください。最後にシェーバーのお手入れ方法についてご紹介しますね。せっかくいいシェーバーを使うなら長持ちさせたいですよね。そうですよね。
シェーバーは使い終わったら必ず刃を外してしっかり洗いましょう。防水タイプは流水で流せば OK ですし、非防水タイプなら付属のブラシでお手入れするといいですね。では実際にお掃除の仕方をご紹介いたします。いかがでしたでしょうか。部位ごとに最適なシェーバーを選んで、お肌に負担も少ない快適なムダ毛ケアを目指しましょう。今日ご紹介したシェーバーはどれも使いやすくておすすめです。全国の家電量販店やネットで購入できますので、ぜひお試しください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もぜひお楽しみに。ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。ぜひ公式 SNS もチェックしてみてください。